風さんはこっそり空くんのベッドにお邪魔チワワしちゃっています。犬の秘密基地団始まるよ。お泊まりマルプーのキューちゃん、おはようございます。どうも犬の秘密基地です。本日11月25日で犬の秘密基地は丸6年目となりました。長いようであっという間だったこの6年間、これからも頑張っていきますので引き続きよろしくお願いいたします。そしてマルプーのキューちゃんとマルチーズのソラくんは同じマナーパンツでお揃いになっていますね。そしてフーさんはこっそりソラくんのベッドにお邪魔チワワしちゃっています。なかなかフーさん毒気配がなくて、ソラくんちょっと困惑気味でしょうかね。マルプーのキューちゃんとマルチーズのソラくん、顔の感じも似ていますね。では早速ソラくんにはキュウリをあげます。食べてください。そしてキュウちゃんは小町ちゃんとも挨拶していますか。こちらはミニチュアダックスの小丸ちゃんとジワックスのライトくんですね。ライトくんもおやつをハフハフと美味しそうに食べてます。柴犬サクくんは早速お休みモードです。寝ていたと思ったらまた起き始めたサクくん、キューちゃんとライトくんと一緒です。サクくん今日もマイペースな感じです。にん。そしてチワプーのプーくんも出てきました。出てきた理由はおやつをもらえるからです。チワプーとチワックスの間のチワワのフーさん、ライトくんが乙女です。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。